So it's part of like a good thing and a bad thing that the game left us at that point. Because we're at the point where we can actually just save and get all bonding achievements for all characters, which means I'm gonna have to reload like two or three times in this next section.何を考えている。要は非無菌か。一体どういうつもりだ。どうして自分が不利になる情報をわざわざ残したりする。確かにな。お前たち偽装の可能性はどう思う。正直この状況で偽装する意味はないと思います。 全ての状況が彼を指し示し、ルバーチャ議長との関係も明らかにされていますし、インの行動を見る限り、ヘイユエや共和国派の仕掛けの可能性も低いのではないかと。まあ、これ見よがしに誇示してるだけじゃねえのか。あの秘書野郎の態度だってかなり言っちまった感じだったし。同感です。その2つのファイルからは自己顕示欲と合わせて 何らかの狂信的なメッセージを感じました。それもおそらくキーヤについて。なるほどな。そこまでこだわらせる何かをあの子が持っているのか。バカバカしい。ただの能天気な子供でしょう。There's an ordinary girl that came out of box. こんなことをしてまで一体何をするんです。 Completely ordinary. さてな。 だがこの白いファイルに彼女の写真が挟まっていたことの意味、ロイド、どう思う？はい、6年前までに行われていた、いくつもの非道な儀式の数々、その締めくくりとして、キアを利用するというメッセージかもしれません。絶対にさせません。なあ、もちろんだ。ダドリーさん、上層部の方はどうですか？ 間が悪いことに例の拘置所襲撃の知らせがあってな。しかも拘置所の近くにあった警察学校と訓練場も襲われたらしい。そちらへの対応で警察本部は蜂の巣をつついたようになっている。So they're paralyzing everyone that could handle the situation. わかりました。これ遊撃士協会に頼んでキアを外国に逃がしましょう。 もちろんアリオスさんかエステルたちに任せることが条件だ。リベールあたりなら安全だろうし、教団の手も届きにくいはずだ。確かにそいつが一番安全かもしれんな。だがいいのか、お前自身の手であの子を守れなくなっても。俺のこだわりやプライドなんてどうでもいいんです。みんなは反対かもしれないけど、 あの子が少しでも安全なら、俺はそちらの可能性にかけたい。ロイドさん、やれやれ、仕方ねえか。その積もりなら急いだ方が良さそうだな。国際定期船の最終便は確か9時30分だったはずだ。急げば今夜中にリベールへあの子を逃がせるかもしれん。よし、ギルドに連絡しろ。アリオスあたりが戻っていたらそのまま任せればいい。 やつなら娘とキーヤの2人何があっても守りきれるだろう。はいはい、こちら遊撃士協会クロスベル支部よ。ミシェルさん、支援課のロイドです。今よろしいですか？あら、荒野だったの。どうしたの？うちのメンバーはまだ戻ってきてないけど。そうですか。 アリオスさんがいつ戻るかわかりませんか？ああ、彼ならそろそろ戻ってくるはずだけど。なんなのあんたたち。ここはブレイザーギルド。Oh shit。ミシェルさん、どうしたんですか？ダメだ、通信機がやられたのか。おい、何があった？ 遊撃士協会が何者かに襲撃されたみたいです。通信が切れる直前に機関銃の音がしていました。まさか
操られたマフィアどもか。ふん、可能性は高そうだな。いや、そのマフィアの襲撃にしてはちょっと気になることが。何？そうだ、違和感があったのは。 So the correct answer here for an extra point is the sound of the machine guns. そうだ、あれはマフィアが使っていた重機関銃の音じゃなかった。So that's crazy. I don't think I would have picked it up if I didn't know. if I didn't know what the... If I didn't have the walkthrough right here. Like, probably my choice would have been Michelle's reaction because he would have... He probably would have recognized the Mafia goons. They always have their dumb uniforms. ああ、すぐに出る。ごめんね、しずくちゃん、うるさくしちゃって。いえ、何かあったんですか？はい、特務支援課です。あ、ロイドさん、よかった、無事に繋がって。 Who's this? Yeah, Noel. ノエル総長か。はい、先ほどはどうも。実はロイドさんたちにお伝えすることがあるんです。ベルガード門の部隊との連絡が完全に途絶しました。なんだって？一体何があったんだ？わかりません。こちらも現在確認中で、一応そちらにも伝えるよう副司令に指示されました。わかった。情報感謝する。そうだ、こちらも伝えることがあるんだ。Lloyd quickly informed Noel about the Bracer Guild being assaulted.ああ、そちらこそ。警備隊方面で何があった？ベルガード門の部隊との連絡が完全に途絶したそうです。今現状を確認中とのことでした。なんだと？一体何が？サイト。 Oh, someone might be coming for us now. なんだ、外に何かいるのか？気をつけろ。I swear, that's just one dude making dog noises. なんか集まってきてるって言ってるみたい。本当か？ひょっとして遊撃士協会を襲撃した？間違いなさそうだな。総員、脱出の準備を。ロイドとランディはキーヤとしずくを連れて行け。はい。アイさん、ティオは周囲の警戒を。エリーはフォローに回れ。はい、了解しました。ダードリー、シンガリは俺とお前で持つぞ。了解です。キア、しっかり捕まっててくれ。うん。しずくちゃん、失礼させてもらうぜ。親父さんに比べりゃ頼りねえだろうが、勘弁な。そんなこと、よろしくお願いします。よし、なるべく陣形を崩さずに。ジーズクライスト。まさか今のはベルガード門の警備隊か。 Now it makes sense that they could get to the prison, huh? ああ、見知った顔がいたぜ。まさかマフィアと同じように操られているというの？その可能性は高そうです。とにかくなんとか警察本部まで。Oh, I don't remember that sprite. With the eels peeled back.It's the same dude copied four times.
God, people live here. They're just opening fire. Everyone hold up and don't get out. Ugh. Then towards the back street. Oh god, they just killed those three. Ototo-kun. That's how you know who's talking, huh? Just standing on the street nonchalantly, they don't care. Is Rikishi not gonna help? He's just crazy. Why is it Crossfall Guardian Force slash CGF? What is... So they couldn't choose one or the other? Oh god. Yeah, forget about the CPD headquarters. So they deployed their forces all over the place all at once.
一体何があったんだ。議長、ここは中に入った方が。おバカ、どうしてこんなこと。 This is your fault. Oh god. He's like, how could this be? This is all you. Didn't care where the money was coming from. よし、ここから先は別行動だ。お前たちは東通りを抜けてクロスベル市から脱出しろ。どうやら暴走してるのはベルガードモンの警備隊のようだ。 Yeah, it looks like Tamgram Gate wasn't compromised. 多分ソーニャの部下たちは当てにできるだろう。街道に出たらタングラムモンに連絡して車両で迎えに来てもらえ。わかりました。ですが課長たちは。俺とダドリーは撹乱のためここに残る。円柱の注意を引きつけてかき回してやるつもりだ。そんな。おいおい、何無茶言ってんだ。私たち二人ならば撹乱してから撤退することなど造作もないことだ。グズグズするな。一刻の猶予もないのだぞ。ダドリーさん、行きましょう。課長、気をつけてね。ダドリー、一家のエースの実力改めて見せてもらうぞ。そちらこそ、かつてあの二人を率いていた伝説の班長の実力。Michelle just gets out fine. Did he just beat them all up and left? Oh, okay. Lloyd gave a brief explanation of the current situation to Michelle.市外にいた遊撃士たちもそろそろ戻ってくる頃合いよ。戻り次第フォローを回すから、このまま街道に逃げなさい。あと、しずくちゃんはこのまま頼んだわよ。合点承知だ。任せてください。ミシェルさん、どうかお気をつけて。ええ、そっちもね。さすがにここまで追ってくる気配はないな。ええ、課長たちのおかげでしょうね。無事だといいんですけど。今はエイドスに祈るしかねえな。ああ、キア、しずくちゃん、大丈夫か？はい、キアも平気だよ。みんなと初めて会った時みたいだね。そうだな。あのオークションからまだ一月ちょっとかよ。ちょっと信じられませんね。さてと、このまま街道に出るとして、先にタングラムモンに連絡する。なあ、頼む。つながりにくかったらノエル総長の方でもいいだろう。え、わかったわ。話し中みたい。無理もねえ、相当混乱してんだろう。しばらく通信はつながりにくいかもしれませんね。仕方ないわ、直接ノエルさんの方に。なんだ。おい、まさか。 Oh, the mafia. ルバージェ、病院を襲撃したのとは
別動隊みたいですね。300人近い大所帯だ。他にもいるとは思ったが、ここは突破するしか道はなさそうね。キア、しずくちゃん、できるだけ下がっててくれ。Okay, so in this fight, okay, we do have one goon that we haven't scanned yet. But what we need to do is we need to do one combo craft with a character that we want to see the bond cutscene with, and don't do it with any of the others. And then once we get to the part where the bond scene happens, we need to reload the game and do that whole sequence again. So that's what I was saying earlier, that it's like, it was both, we stopped at both a good point and a bad point, because now we have to deal with this shit. Can they be blinded? It looks like they can. He's gonna do this. So we have Keiya and Shizuku in the background, but I don't think they can actually... I don't think you lose points if they get hit. He's gonna go in. Let's analyze the new guys. Did that delay them, or did they just hit them all? I'm gonna Avalon Gate them. This will probably kill a bunch of them, actually. Okay, now with Lloyd, let's do the combo craft with... I want Ellie to be the last one, so... either Tio or Randy. Let's do it with Randy. Or maybe I could do Tio first. Yeah, this looks good. Oh, we didn't get those guys? Okay. Okay, looks like we got them. Just need to delay them a bit, maybe. Yeah, Saito! This guy's dead. This guy's dead. What? This guy's dead. Okay. So we're gonna see the Bond cutscene with Tio first. Those things at the top look weird. It makes those vans look like dogs or cats. It's a very recognizable vehicle. And all the goons are just watching. Oh, there you go. So that's probably making it very hard to drive standing there. Okay, he got in somehow.
ルバーチェのみならず警備隊までもか。なんというかとんでもない状況ですわね。ええ、正直悪夢を見ている気分です。ところでおじさまたちはどうしてあんなタイミングで。ああ、共和国での商談があってその帰りだったんだが、タングラム門を越えたあたりでマフィアたちの襲撃を受けてね。なんとか振り切って町にたどり着いたら君たちが襲われていたというわけさ。そうだったんですか。いやしかしマジで助かったっすよ。この車もしかして防弾っすか。I guess they did use the mafia to cut off the part of the Guardian Force that wasn't actually brainwashed. ああ、特注品でね。ガラスも防弾だから簡単には破れないはずさ。ラインフォルト社製の最新の防弾リムジンですね。なるほどね。でも、さすがに砲撃までは耐えられないでしょうし。お父様、このまま IBC に戻っては。ああ、そのつもりだよ。彼らも疲れているだろうからゆっくりと休んでもらおう。そんな、これ以上ご迷惑をおかけするわけには。そのお気持ちはとても嬉しいのですけど。エリー、水臭いことを言わないでちょうだい。 IBC のゲートは特殊合金製だ。簡単に破られることはないだろう。それに IBC 総裁としてクロスベルの治安については無関心でいられない。I mean, the CEO of any other bank would just shutter himself down and stay out of it. 詳しい事情を君たちから聞かせてほしいんだ。ディーターおじさま。わかりました。ご迷惑をおかけします。決まりですわね。二人とも。なんだか眠そうだな。キーは眠くないよ。大丈夫です。無理もないわ。もう10時近くだし。It's almost 10 PM. IBC に着いたらベッドを用意しておきましょう。よし、そうと決まればせいぜい飛ばすとしようか。 It would be good to have a safe place for them.We can't be dragging them around and having escort fights the whole way to the end of the game, right? Please, God, no. No, they left them in Belle's room. Otosama. 現状で判明していることは確証があるわけではありません。いずれ。きちんとした証拠を揃える必要があると思いますが。ああ、君たちの立場ならそうだろう。だが私は今大きな失望感を感じている。その教団の残党とやらの罪深さはもちろんだが、そんな連中につけ込まれここまでの事態を引き起こした愚か者たちには心底呆れ果てたよ。はい、私とてクロスベルの状況が難しいものであるのは分かっている。ルバーチェのような存在や議員や役人たちの腐敗についても、あどうやら私はとんだ愚か者だったようだ。おじさま、そうですわね。 IBC は少なからずクロスベルの政界に影響力がある。お父様は今まであえて中立であろうとしていましたけど。その態度が今回の事態を引き起こす一因にもなったようだ。すまない、お詫びのしようもないくらいだ。そんな。いや、さすがにそれは気にしすぎじゃないですか。実際権限や責任があるわけでもないですし。いや、時の政権に対して財界がある程度働きかけるのは、それ以前に私にもクロスベルを愛する市民の一人という自負があったはずだ。だが忙しさにかまけ
その愛嬌心も薄れていたらしい。それは私たち市民一人一人がそうだったと思います。ああ、いずれにせよここで愚痴っていても仕方ない。この事態を解決するために我が IBC は総力を持って君たちに協力させてもらおう。総裁、ありがとうございます。とても心強いです。と言ってもこの状況はいかんともしがたいですわね。警察本部やタングラム門とも連絡が途絶しているのだったかしら。はい、何度か連絡してみたんですが、何らかの理由で通信妨害がかかっているようです。動力ネットワークによる連絡を試すことはできないんでしょうか。どうやら何者かによってジオフロントの動力ケーブルが遮断されているらしいですわね。なんとか迂回ルートを確保すれば通信網を回復できると思いますが。ならば技術部のスタッフに最優先でやらせたまえ。警察本部、タングラム門、遊撃士協会との連絡はもちろんだが、市内の各端末との連絡も取れればさらに状況もつかめるようになるだろう。わかりましたわ。そしてもう一つの心配はキーヤ君か。はい。So they're acting like someone's going to be watching their emails in this situation, but okay. 操られた警備隊が俺たちを執拗に追った目的はキーヤの可能性が高いと思います。実際俺たちに発砲した時はほとんど威嚇射撃だったし。 Yeah, I'm running now. 一方シンガリの課長たちには容赦なく撃ってきてたみてえだ。I hope my face isn't covering part of the cutscene. キーヤを決して傷つけずに身柄を奪い取れ。そんな風に操られているのかもしれませんね。まあ、あれだけ可愛かったらさらいたくなる気持ちもわかりますけど。So Ellie did say that she was a good person, didn't she? ヨアヒムと言ったかしら。ずいぶん不気味な男みたいですわね。いや、正直彼が何を考えているのかはっきりとしたことはわからないんです。何のためにキーヤが必要なのか。白いファイルの最後にあった写真がどこで撮ったものなのか。そもそもキーヤちゃんがどうしてあのオークションの場にいたのか、それすら分かっていないの。あの子の記憶が戻っていたら手がかりになったんでしょうけど。なるほど、歯がゆいですわね。いずれにせよこれだけの事態を引き起こしたと思われる人物だ。恐ろしく危険な男であるのは間違いないと思った方がいいだろう。君たちをこのビルにかくまったのは簡単には特定できないだろうが、万が一のことはあり得る。I mean, he had 覚悟だけはした方が良さそうだ。He had plenty of witnesses, mind controlled, mind you, but plenty of witnesses seeing us jump into your limousine. はい。そうっすね。各所との連絡などは引き続き IBC のスタッフにやらせておく。How many of those limousines are there in Crossbow? キーヤ君たちも休んだことだし、君たちも少し休憩したまえ。それともベッドを用意しようか。いや、それは遠慮しておきます。それよりこのビルの中で補給できる場所はないですか。少々装備が心もとなくて。確かにさっきはいきなり襲撃されたからな。それなら1階のカウンターで各種のサービスが受けられるよう取り計らっておこう。各メーカーの支社もあるので武器の融通も効くかもしれない。エプスタイン財団も入ってますから攻防機能も使えるでしょうし、緊急時の備えもしていますから食料なども融通できるはずですわ。なるほど、確かに何でも揃いそうな勢いですね。ゲームプレイエスタブリッシュ。ゲームプレイハブエスタブリッシュ。ご配慮感謝します。それでは少しの間休憩させていただきます。Maybe just move all the shops over here. Your party has temporarily disbanded. Speaking with the first floor receptionist will allow you to use the functions of every shop. Furthermore, you may still change equipment and quartz for the other members of the SSS. So, here's that point in the game where we can get the bonding cutscene for a given character. So let me check if we did things correctly. If I look at Teo's thingy. Yeah, she has all her hearts.
So I should be able to find her, talk to her, and get that Bond cutscene. Yeah, the character in front of the window. And after this, I'll have to redo the whole thing. Tio. Lloyd-san. どうしたんだ? って、 そうか。 外の様子を伺っててくれたんだな。 ええ、 まあ、 やっぱり気になりますし。 でも、 よくわかりましたね。 そりゃ、 ティオの力にはいつも助けられてるからな。 それで、 市内の方はどんな様子なんだ? 散発的に銃撃戦が起きているようですね。 多分警官隊あたりと警備隊が 衝突しているのではないかと思います。 そうか。 せめて 市民に被害が及んでいないといいんだけど。 ひょっとしてティオ、 疲れてるんじゃないのか。 街中を走り回ったばかりだし、 キーヤたちと一緒に休んだ方が。 Oh, we're back to treating her like a child. ジロ。 She doesn't like it. いや、別に子供扱いしてるわけじゃ。 わかってます。 ずっとロイドさんたちと一緒に行動していたおかげで、 体力もついてしまいましたし。 それに、 少し興奮気味みたいで、 眠れそうにないですから。 そっか。 しかし本当に、 とんでもないことになったな。 ティオは本来、 警察官じゃないのに、 こんな状況に巻き込んじゃって。 ジロ。 いや、別に、 関係ないとか言ってるわけじゃなくって。 Yeah, keep putting your foot in your mouth like that, Lloyd. What the fuck? まったく。 でも、 確かにこんな事態になったら、今後どうなるかは心配ですね。私の出向についても財団がどう判断するか。オーバルスタッフのテストに関してはクロスベル以外でもできますし、財団の方針次第では私の出向も取りやめになることだって。そうか。その、 そうなったら、少しは寂しく思ってくれますか? それ以前に、ちょっと想像しにくいものがあるな。 え? いや、ティオがいない支援課っていうのが、なんだか想像できなくって。 あの端末だって、ティオの特等席みたいなものだったじゃないか。 俺たちや、他の人間が座って操作するのは、ピンとこなくてさ。 Is that really the one reason? でもそうか。 出向が取りやめになることも ありえるのか? So you can use the computer. How could we ever how could we ever deal with stuff without you here? まいった。 そんなこと考えもしなかった。 あくまで可能性としてはです。 財団は最先端の技術をクロスベルに投入していますし、 かなりの投資もしています。 こんな大事件が起こったとしても、 引き上げる可能性は低いと思います。 It's bad that I feel like Tio's getting dunked on in her own Bond cutscene. Like, holy shit. そうである限り、 オーバルスタッフのテストも、 この地で行うのがベストですから。 そっか。 だったら、 なんとしてもこの事態を打開して、 事件を解決しないとな。 ティオに支援課に居続けてもらうためにも。 また俺、無神経なことを言ったか? ええ、正直、言語道断ですね。やっぱり、エリーさんの言う通り、ロイドさんは危険です。まさかそんな反応されるとは思いませんでした。そんな反応? ロイドさんが、ダメダメで、ニブチンで、 下手れ弟キャラということです。ある意味、その点においては外差を超えています。ね。いや、意味不明なんだけど。でも兄貴か。確かに鈍いっていうか、僕年人なところはあったよな。長い間、セシルネへの気持ちに気づいてなかったみたいだし、何度蹴っ飛ばして気づかせてやろうと思ったことか。
で、ティオさん。失礼、なんとなくですが、今のは正直自業自得なのではないかと。It's like pot calling the kettle black. へえ。ビル内に残っている皆様にお知らせいたします。非常時につき、これより一部フロアの照明を落とさせていただきます。また、保安上の理由からエントランス以外の非常口はすべて閉鎖させていただきます。どうかご理解の上、火元などにはくれぐれもお気をつけくださるようお願い申し上げます。いよいよ本格的な牢状になってきたな。私は地下の端末室で手伝いをしようと思います。夜のあたりと連絡が取れればいろいろ選択肢も出てきますし。そっか、よろしく頼んだよ。俺は補給や装備の確認をしてくるからさ。よろしくお願いします。ディオ、ま、以前ロイドさんがしてくれると言った約束、覚えていますか？ああ、兄貴との約束じゃなくて、俺自身の言葉でってやつか。ごめん、あれからいろいろと考えてはいるんだけど、いいのが思いつかなくてさ。でしたら、私の方から希望があります。それでもいいですか？ああ。もちろん構わないけど。よし、どんと来い。ミシュラムのテーマパーク、この騒ぎが無事解決したらあそこに連れて行ってください。そうなんでいいのか。いや、でももうちょっとこうシリアスな約束の方がいいんじゃないか。ティオが困った時には何があっても助けに行くとか。いいえ、これで十分です。それにこの事態を解決しないとこの約束も果たされない。その意味では十分シリアスなのではないかと。そうか、うん、確かにそうだな。よし、約束だ。この事件が無事解決できたら一緒にテーマパークに遊びに行こう。あと他のみんなも一緒の方がいいかな。You motherfucker。 ヒロだ、だよな、ティオとの約束なんだし。できたらキーヤも連れて行ってあげたかったけど。でしたら内容を修正です。まずは支援課のみんなで、その後ロイドさんと私で、それでノープロブレムでは？ああ、楽しみにしていますね。This goddamn little brother, thick-headed character. I mean, it's fine. Tio's 14 years old anyway. But man.I feel like she was getting kind of shafted towards the beginning. It's like, you're a child, you're not really part of the team. It's like, damn, Lloyd, what the fuck? We only want you here because you're the one that can use the computer. Lloyd and Teal learned Omega Strike 2.Okay, so we got one. Okay. So we do it with Randy? Yeah, okay. We're doing it. That took way less than I thought it would. The skip is better than I imagined.警備隊に本格的に攻められたら、ここが
どこまで持つのか。ま、正直厳しいだろうな。クロスベルの警備隊は劣気とした軍事組織だ。戦車や飛行船こそ持ってねえが、練度も高いし、個人レベルじゃ最高の武装が供給されている。いくら最新のビルとはいえ、要塞でもない民間施設がそうそう持つもんじゃねえだろう。やっぱりそうか。となると、なんとかして警察本部や遊撃士たちと連携する必要があるな。せめて通信が回復するまではこのビルを守りきらないと。ま、そういうこった。たく、こんなことならあれを持ってくるんだったな。お、フォーシャドウイン。あれ、俺が2年前まで使っていた動力ライフルだ。とてつもない火力を持ったな。そうか、良平時代の。赤い星座だったか。あれから少し調べたけど、その筋ではかなり有名みたいだな。悪名高いの間違いだろう。大陸西部最強の両兵団、戦場を蹂躙する赤き死神。ちょっと前には共和国方面で兵ゆえとやり合ってたらしい。それこそ正真正銘の殺し合いよな。そうなのか。悪い、引かせるつもりじゃなかった。ま、警備隊が本気を出したらかなりヤバいことになるだろう。しかも配備されたばかりって話の新型装甲車まで持ち出されたら。なあランディ、前に言ったことだけど撤回させてもらってもいいかな。あ、旧市街のレースの後の話さ。兄貴みたいな一人前になるまでランディの過去は聞かないっていう。ああ、前にも話したけど、兄貴は俺にとってヒーローみたいな存在だった。課長やダドリーさん、アリオスさんも言ってたけど、そこにいるだけでどんな逆境も何とかしてくれるって思わせてくれるような人だった。らしいな。たく、どんだけ化け物じみたやつだっつーの。別にそこまで腕っぷしが強かったわけじゃないと思うけど、最初はさ、そんな兄貴の代わりにならなきゃいけないと思ってたんだ。じゃないとクロスベルに俺が戻ってくる資格はない。そう思って死に物狂いで捜査官資格を取って今まで頑張ってきたけど、やっぱりどこか無理があったみたいだ。そうか。しかしその割には妙にすっきりした顔をしてやがるな。まあね、そこまで行くと逆に変な風に前向きになってさ、俺は兄貴みたいにはすごくなれない。だったら俺は俺としてすごくなれればいいんじゃないかと思ったんだ。まあどんな風にすごくなるのかはまだわからないけど、キーヤも引き取ってみんなも一応引っ張ってる立場でうじうじ悩んでもいられないだろ。幸いランディたちも助けてくれるし、俺がすごくなくてもなんとかやれる。だったら今はその状況に甘えさせてもらおうと思ってさ。なんだよお前。I feel like Lloyd suddenly turned this into a conversation about himself. Oh, poor Randy. もう十分一人前の面してんじゃねえか。ランディはさ、分かってたんだろ。兄貴の背中を追い続けてるだけじゃ、いずれ俺が行き詰まるって。まあな。だがそうして挫折すんのもお前の糧になるんじゃねえかと思った。しかし、まさか挫折する前に自分で気づいちまうとはな。俺一人だったら気づけなかったと思うけどね。だからあの時、カッコつけて聞かなかったことを聞いてみたいと思ったんだ。兄貴みたいに俺の成長を見守ってくれた誰かさんのことをもっと知りたいと思ったから。Ah, this is good.
なあロイド、お前、俺が今までどれだけ戦場で敵を殺してきたと思う？想像もつかないな。多分俺の生きていた世界とはかけ離れたところの話だろうから。正解だ。俺も正直覚えてねえくらいだ。物心ついた時から戦場という世界で生きてきた。4つの時にナイフを渡され、6つで拳銃の撃ち方を習った。実戦は9歳だ。親父の部隊で石膏として働き、2人の敵兵を殺した。そして12で小隊を、14で中隊を任されて、犬のように戦場を駆け回った。 Child Soldier Commanders? Jesus Christ。 だが俺は逃げた。ガルシアのおっさんみてえに望まれて抜けたわけじゃねえ。クソみたいな殺し合いに嫌気がさしたわけでもねえ。ただ何かを見失って戦場からさまよい出てきただけだ。腐った死人みてえにな。あちこちさまよって最後にクロスベルに流れ着いて、警備隊に潜り込んだはいいが、ライフル使うのを拒否ってたらアホ司令に首にされかけて。That's how he got out。 そして課長に拾われて、なぜかこんな場所に立っている。 He kept saying it was because he had trouble with women, but it was because he wouldn't use a rifle。それが俺、ランドルフ・オルランドって男だ。ランディ、ありがとう。話してくれて。たく、お前、エムッケでもあるんじゃねえか。Why do they keep bringing this up? どうしてこんなクソみてえな野郎の過去をわざわざ知りたがるんだか。引いてねえとは言わさねえぞ。引いたといえば引いたけど、それでもやっぱりどうしても知りたかったんだ。それに俺の事情ばっかりランディに知られているのも尺だったし、お互いをある程度知ってこその相棒なんじゃないか。だってランディが相棒って言ったんだろ、さっき俺が声をかけた時に。いや、あれは挨拶代わりっつうか。 Oh, he's getting shy。あれ？俺、今までお前をそんな風に呼んだことなかったっけ？多分。だからさっきはちょっと嬉しかったんだけど。そんなに笑うことないだろ。自分でもちょっと気恥ずかしいんだからさ。それが理由でここまで引っ張ったのかよ。しかも先に自分さらけ出して俺を追い込みやがるとは。いやいや、 M と思わせておいて実は S ってパターンだったとは。 They keep bringing this up. Stop. なんだそりゃ。ビル内に残っている皆様にお知らせいたします。非常時につきこれより一部フロアの照明を落とさせていただきます。また保安上の理由からさて、いよいよ本格的な籠城になってきやがったな。俺は念のため1階のエントランスに降りておくことにするぜ。わかった。俺の方は補給と装備の確認をしておくよ。おう、任せたぜ。警備隊が押し寄せたら最後まで動けるのは俺らだろう。お嬢やティオスケにはあんま無茶させたくないしな。なあ、分かってる。俺とランディの二人で何とか食い止める必要があるな。そういうことだ。背中は任せたぜ、相棒。な、了解。 Okay, I like where this one went. I think it was better than Poor Tios. Tio just wanted a date, which was weird.
Burning Rage 2. Orlando's Blooming Friendship. Okay, let's see it. Eddie, ここにいたのか? Lloyd. 改めて言うのもなんだけど、大変なことになったよな。市内にいる人たち、無事でいるといいんだけど。そうね。エリ、マクダイル市長なら大丈夫だ。警備隊を操る黒幕にも市長を害するメリットはないさ。なんとかこの事態を打破して市長たちを解放しよう。ロイド、うん、ありがとう。そうよね、おじい様は何度も紛争を経験されている。この程度の危機くらい、なんとか切り抜けられるはずよね。なあ、あの人なら絶対に大丈夫さ。ああ、なんであなたはそんな風に私のことが分かっちゃうのかしら。な、考えてみれば不公平よね。私はもう、いろいろなものをあなたにさらけ出してしまった。なのにあなたの方は…エリ？ねえロイド、お兄さんの背中少しは近づいてきた？多分あなたはお兄さんの背中をずっと追い続けてきたのよね。あなたがよく言っている壁という言葉、あれはひょっとしてお兄さん自身のことを指してもいるんじゃないかしら。ああ、多分そうだと思う。昔からさ、兄貴は俺のヒーローだったんだ。どんな逆境にもめげずに何でもやり遂げるすごいやつだけど、3年前いきなりその背中がなくなって途方に暮れてしまって、多分俺は逃げたんだと思う。だって俺は兄貴みたいになれる自信がなかったから。兄貴みたいにいろんなものを守れる自信がなかったから。だから知らない街へ逃げ出したんだ。でもあなたはクロスベルに戻ってきた。それはどうして？やっぱりこの街が好きだったからかな。兄貴やセシルね、一緒に過ごした友人たち、他の街で暮らしていてもやっぱりそれは俺の一部で忘れることはできなかったから。だから俺は無理して警察学校のうちに捜査官資格を取ったんだと思う。少しでも兄貴に追いつけないと、兄貴の代わりになれないと、クロスベルに戻ってくる資格はないと思ったから。でもそれで本当に捜査官資格を取るんだもの。お兄さんに負けないくらい素質はあったのでしょ。いや、白状するとそれもズルしたようなものさ。何せ規格外ではあるけど、捜査官としては一流の人間をずっと見てきたから。兄貴だったらどうするだろう。兄貴だったら絶対に諦めない、そう自分に言い聞かせて俺はなんとかやってこれたと思う。でもそれは俺が俺自身として強くなれたわけじゃない。最近になってやっと気づけた気がするんだ。兄貴の背中を追い続けるだけじゃ本当の意味で強くはなれないってね。それに気づけるのにどれだけかかってるんだよって話なんだけど。ロイド、エリ。ねえロイド、私はガイさんを、あなたのお兄さんを知らない。でも
一つ言えることがあるわ。今まで私たちを引っ張っていってくれたのは他ならぬあなた自身だってこと。うん、いつだってあなたは私たちを導いてくれた。この灰色の街で迷うだけだった私やティオちゃんや多分ランディも、優しくてひたむきで肝心なところでは鈍いけど、でもやっぱり大切な時にはそばにいてくれて一緒に答えを探してくれる、そんなあなたがいてくれたから私たちはここまでたどり着けた。ガイさんでも他の誰でもなくあなただからできたことよ。あ、だから私はこの街であなたに出会えた幸運をエイドスに感謝しているわ。 Isn't that a confession at this point? 幼い頃に日曜学校で出会っていればもっとよかった、そんな虐待もないことを考えてしまうくらいに。 If only I could have been the childhood friend character. エリー、自信を持ってロイド・バニングス。お兄さんに憧れているところも自分自身であろうとあがくところも全てがあなただから、そんなあなたが私たちは、私は好きだから。だから、 He straight up confessed right now。 あなたであるだけでいい、エリー。 Oh, kiss. No, don't stop. Another moment's gone.私、ベルのところに戻るわね。何かおじさまたちに協力できることがあるかもしれないから。I was trying to think. I think I didn't see any of them in my first playthrough. 俺も今のうちに補給と装備の確認をしてくるよ。また後でな。I just somehow fucked it up.全部解決した後にでも。Continue right where they left off。なんでもない。それじゃあまた後でね。エリー、柔らかかったな。それにいい。じゃなくて、俺は俺自身であるだけでいいか。少し前ならそんな風に言われても逆に迷った気がするけど、でも今は不思議と納得できる気がする。ありがとう、エリー。Can't spell love without Ellie. Okay.